コッキーニの中里です。 DBC です。中里です。一応趣旨説明をしたいと思います。まあ今日2日目なんですけどで、世の中クリスマスシーズンなんですけど、僕らバイオハッカーソンっていうなんか開発ミーティングをやってて、で 年に1回が国際版で、年に1回は国内版なんですけど、国際版にこのイワン・ボルトンさんという人がやってきて、夜になると酒を継いで回るっていう小松おじさんなんですけど、この人が、なんかある時酒瓶を持ってきながらこうやってきて、今日は何やったのっていう会話からちょっと始まって、で、知ってるサンタはあのテーターなんだよっていう話をなんかしてくれたんですよ。で、皆さんこの曲は知ってると思うんですけど、サンタが街にやってくるっていう曲があって、でこれ日本語はこういう歌詞なんですね。で多分皆さんは日本人だからこの歌詞を見ると大体曲が浮かぶと思うんですけど、英語の方の歌詞どうなってるかっていうと、こういうふうになってます、まあ、これサンタだと思うんですけど、サンタはリストを作ると、で2回チェックで、誰がまあやんちゃで誰がいい子かっていうのをちゃんと見つけ出す、で、なサンタだろっていうジョークをこの方が飛ばしてくれて、一遍使ってやろうと思って今日今回は果たしたわけですけど、まあ実際そのアノテーションするってこういう華やかなことじゃなくて、どっちかというとこういう枯れ野のような荒れ野のような泥臭い、作業だと思うんですけど、でそういうアノテーション界隈をなんとか良くしたいなと思って、まあ、こういうアノテーションっていう会を、まあやらさせてもらって、で今回、3回目になります。で、今回何やろうかなって、まあ、なんかいつも思うんですけど、まあ、私の中では大体決まっていて、もうその年、まあ、今年2019年だから2019年のアノテーションとみたいなのをこうみんなで話をしたいなと思ってまして、で、まあ、それだけだと全然話が進まないから、じゃあ実際になんかネタになるものないかなと思った時に、ふと思い出したのが、僕らのこの DBCS の内部の進捗会議っていうのは月に1回あるんですけど、それのだからみんなその時に何をやったかって報告をするんですよ。である1ヶ月分の、まあ、うちのメンバー20何人いるのかなの進捗ずっとこう書かれてる中で、アノテーションキュレーションって出てきたものを抜き出すとこんだけあって、でも、これまで2回やってきたのはゲノムのアノテーションとか遺伝子のアノテーションなんだけど、それに多分近いのがこのファントムファイブのサンプルアノテーションキュレーションのとかの、あとなんかもう1個くらいしかないんですよ。で、あと、僕らは最近日本語の文章に対して、テキストに対してアノテーションするってなっていて、なので、まあ、この辺に、日本語コンテンツアノテーションとか、この辺とか、まあなんか複数人で同じプロジェクトやってるから、まあ何回か出てくるんですけど、っていうのがあったりしますで、あと、僕らが今までアノテーションとかで議論してたのとはもうかなりかけ離れた、字面だけ見てたらかけ離れたようなのが、シミュレーション用パラメータのキュレーションとか、この辺のタンパク質とマルチプルアライメントビューバーのマネーションとか、なんかいうのがこうパラパラ入っていて、で一回原点に立ち戻ろうと思ってウィキペディアでアノテーションというのを調べたら、あるデータに対して関連する情報メタデータを注釈して測量するというのが分かった。いきなり XML との記述形式についてメタデータを分析する場合が多いとか書いてあって、おやおやと思っていると、でこうなんか目次見ると Java におけるアノテーションとか、このなんか C++ とかって、僕らのやってるゲノムアノテーションっていうのは、なんかこの参考関連項目っていうなんかバイオインフォマティクスでただリンクが書かれてるので、という感じでこう書かれていて、なんか誰かがここに控えなきゃいけないプロになっているわけですけど、最近その機械学習とかが出てきて、
その、正解セットを作ること自体もアノテーションと呼ばれていて、もうなんかアノテーションっていう言葉をアノテーションしたいぐらいだみたいな感じの、まあ、世の中になってるわけですけど、まあここの人は割とバイオインフォの業界だから、大体なんだろうな、やりたいことっていうのがこうお互い同じようなところを指していると思うんですけど、その中でも、昨日話してても、若干ズレがあるということがだんだん分かってきたわけですけど、とりあえずは何かを理解したい、まあ、生命現象を理解したいっていうのが、まあ、一番根底にあって、じゃあそのどんな情報があれば嬉しいのかとか、どうやって情報整理したらいいのかっていうのを、まあやっていこうかなということで、私とあともう一人のオーガナイザーの田中さんと、話をして、まあ、ほぼ独断で、こういう2つのことについて、まあ、議論しようということにしましたと。で、昨日1日目が、まあ、最近のアノテーションどんなかっていうのを、まあ、さっき言ったようにテキストのアノテーションとか出てきているので、まあ、その辺もちょっと若干、見つつ、まあ、普段やってるような、ユノムとかのアノテーションで、最近こんなのありましたよっていうトピックスを、まあ、提供していただきましたと。で、今日は何をやるかっていうと、そのバイオサンプルっていうのを1個こう取り上げて、まあ、そのアノテーション業界の鬼門であるバイオサンプルを取り上げて、とりあえずそのバイオサンプルの登録のところをきれいにすると、もうデータとしてはきれいに入るから世の中ハッピーになるだろうっていう、もう第1回からやっているようなことを、まあ、バイオサンプルを例にやってみようと、まあ、思っているわけです。で、まあ、一般的にはというか広くにはこの山ほどあるようなフィールドがあるので、どうやって楽にかつ使える形で埋めるかっていうのが、まあ一個と、あとまあ私の中の裏テーマとして、DBCLS っていうのはセマンティックウェブテクノロジーとかを使って RDF とかうんぬんって言っていて、いるので、まあ、そういうセマンティックウェブの時代にデータをどうやって埋めて、そのセマンティックウェブに合うような形でデータをどう埋めるとか、管理するかとかも、なんかこの辺に埋め込めたらいいなと思って、ちょっと画策しながら、まあ、プログラムを組んだところです。で、まあ、私とバイオサンプルの思い出みたいなところをちょっと話すと思い出ってものがあれなんだけど、まあ、実際に登録したわけですよ。で、まあ、この後実際に DD ビジュアの方からもお話がありますが、まあ、なんかこんな感じの、これはある時撮った登録されたやつのこういうフィールドがあってこうやって埋まってますよっていう例として、昔作ったスライドをそのまま持ってきてますけど、まあ、なんかこんなタイトルがあってタキソノミー ID があってどんな生物とか、なんかこういうメトロアトリビューとかいろいろあるんですね。で、実際の登録どうするかというと、こう Excel 表があって、ここにフィールドがあってそこにこうなんか埋めていって、これ私が実際にやったこれ解雇のデータですけど、この解雇は NVRP の、ところのカーブを持っていて、で、それは旧来管理しているから、この辺のマテリアルプロバイダーというところに吸収内部、まあ、NVRP の管理するわけですけど、実際に悩んだところっていうのを、これなんか何回かこのスライドを出していって、実際にはこうやればいいですよって、なんかアドバイスをもらったような気がしたんだけど、とりあえずそのまま出しますけど、変態だけど見た目はノーマルみたいなのを登録していて、でなんかジュノタイプとかフェノタイプとかご覧になったんですよ。で、でまあなんかいろいろ悩んだんだけど、まあなんかストレミを見ればわかるから、ジュノタイプはどれやったとこうとか、フェノタイプはすでにもうコントロールがなんか決まっていて、その中でしか選べないんですけど、まあ、とりあえずノーマル。あと悩んだところは5例用途みたいなところ で、スロットとしてはエイジとかデベロップメントステージとかいろいろあるんだけど、悩んだんですね。で、他の登録どうなってるのかっていうのを見て、まあ、とりあえずこのエイジというところに 3D を設置するインスタンプが5例用途なんですね。で、あとデベロップメントステージに、まあ、みたいなことを書いて、でもなんかこのよくわかんないなと思いながら、まあ、登録してしまって、で結局自分の思いとしては、データを汚してしまったみたいな、またなんか
また一つ汚いデータを作ってしまったみたいな、いうふうにまあ思ってるわけですけど、うん、まあ他の人に聞くと私もそう思いますみたいな人が、私もデータを汚しちゃいましたみたいな人が、まあ、結構続出していて、まあだからせっかくなので今日はかなり多くの人数が集まっていただいたので、私はこうしてますとかこうやったらいいんじゃないかとか、まあ、そういうのをこうバイオサンプルをネタにまあ議論していけばいいかなと思ってます。で、まあアノテーションってさっき言ったように泥臭い作業なんですけど、泥の中からでも花も咲くし、これさっき のあれか枯れのあれのも忍ばずの池なんですけど、これも忍ばずの池で取ってる同じハスなんですよ。だから泥臭い作業をすればするほどこういう花も綺麗な花も咲くので、なんとかこうみんなで、アノテーション界隈をこう綺麗にして、まあ、綺麗な花が咲くように、みんなで頑張っていこうねっていう会に今回はしたいと思います。でよろしくお願いします。ということで。